株式会社現代ロテムは大韓民国において鉄道車両や軍用兵器等を生産している現代キア自動車グループの企業である。軽症南、同症原市に鉄道車両を生産する工場がある。アジア通貨危機に伴う韓国経済の構造改革の一環として現代成功、大宇宙工業、関心重工業の鉄道車両製造部門が統合されたもの。 2001年10月に現代財閥から独立し、現代イコールキア自動車グループを立ち上げたテーム Q が大雨の株式の持ち分を引き受け、同グループの参加となる。当初の社名は韓国鉄道車両株式会社だった。2002年1月に社名を株式会社ロテムに変更。変更理由については、旧社名の響きがコリアがロスするに通じるのを避けたためと、 同社広報担当者は説明している。社名変更と同時に現代キア自動車グループから、軍用兵器、プラント、宇宙事業部門を引き継いでいる。米軍事専門誌のディフェンスニュースに、世界百大防衛産業に選定され、順位は93位だった。2007年には社名を現代ロテム株式会社に変更した。 韓国の大田広域市のエキスポ科学公園で、運転されるアトム0に高速鉄道、KTX 韓国鉄道公社5000系、電車6次車マニラ MRT-20002000 系、電車フィリピン国鉄 DMR1 機動車香港の、MTRK ストック電車カナダのバンクーバーの、カナダライン、米国ロサンゼルス近郊を走るメトロリンクの2階建て、制御客車ブラジルサルバドールを走る、 サルバドール地下鉄の車両1994年、現代重工業時代に、台湾鉄路管理局の台湾鉄路管理局 E1000 型電車を受注したが、入札予算の半額程度での落札だったことで、後の故障頻発の原因となっており、関心重工業及び大宇重工業との統合で、ロテムに改名後は補修サポート期間満了前に撤退したため、2004年以降台湾における、 鉄道車両入札から締め出されていた。2018年、新型電車520両の受注に成功し、19年ぶりに台湾市場に再進出することになった。2002年には、インド発の地下鉄向けに地下鉄、車両240両を供給した。2005年にはトルコから鉄道車両34両を受注した。 2007年8月には無人自動運転車両84両を供給する契約を結び、ブラジルの鉄道車両市場でのシェアで1位となった。同社は2004年にもリオデジャネイロの地下鉄、車両80両を供給している。さらに、今後最大90両の車両を供給する予定だという。ブラジルリオデジャネイロを走るスパービアの2005系、電車同年11月にはカナダから、 無人自動運転車用40両を受注した。2010年に開かれるバンクーバー冬季五輪に合わせ、2009年にバンクーバー国際空港と同市中心部を結ぶ路線でカナダラインの運行を開始した。ロテムは今回の輸出がすでに進出している米国やブラジルなどの南北、アメリカ諸国からの受注がさらに増えるものと見込んでいる。同年同月には、 ニュージーランドの首都ウェリントン市との間で70両の電車を供給する契約を締結した。同市は8年にはさらに26両を追加発注する予定だという。ロテムとトルコのトゥーバシャースの合弁で設立されたユーロテムはアダバザウに工場を建設。サカリア州では最高速度時速 352.4km の HSR-350X を ライセンス生産する予定。2008年5月28日には、日本の大手商社、創日の米国法人、創日米国会社と共同で、マサチューセッツワン交通局から、新型の2階建て鉄道車両75両を、総額190億円で受注した。納車予定は2010年末であったが、実際には2012年11月であったことであった。 側は苛立ちを募らせており、安全面でも問題を抱えていることが明らかになった。2010年12月には2012年サッカー、欧州選手権の開催を控えるウクライナ鉄道から、大会期間中の輸送増強を目的とした、電車9連10編成を3億700万ドルで受注。2011年中に引き渡されたが、大会終了後の2012年冬に寒波による、 運行トラブルが続発している。現代ロテム側は冬季における試運転不足を認めた。大韓民国陸軍の主力戦車である88戦車。ありがとうございます。